まゆこさんという女性のねホームページですよね。まゆこさんのホームページよく当たるんですよ、僕参考にしてますもん。あれでもある種あの天気予報をするインターネットアイドルですかね、うん、あの先週世田谷で大雨が降ったでしょ、はい、あの時商店街がビシャビシャになって あれも雨量場所時間、まさかまゆこのことじゃないわよね。やった森田さんに褒められるなんてすごいじゃん。どういうこと？まゆこの天気ホームページ、俺が宣伝した回あったな。何それ？インターネットだよ、姉さんって結構可愛いさ、アピールしていけば人も認めてくれるんだよ。ジュン、ちょっとどういうこと？あんまり変なこと書かないでね、うん、人生には冒険が必要なんだよ。冒険は私したくない。いや、物の例えだよ。冒険というのは、つまり姉さんみたいな人が社会に出ていこうって思った時にこう。この口何？いや、あんま気にすんなよ。ほら、自分の方やっててって。はい。でもよかったよな。やっと姉さんの才能を認められたって感じで。あんなコンピューターの専門学校とかさ、途中でやめて正解だよ。人生やりたいことやった方が絶対いいんだから。やりたいこと？そう、やりたいことやんなきゃ幸せなハロが来ないって。ハロは新しい生活が始まる、そういうのって嫌い。自閉症のことはご存知ですよね？ああ、知的障害のない自閉症のことは。高機能自閉症か。やっぱり治らないものなんですか？自閉症っていうのは生まれつき脳の一部が正常に機能しないために起こる障害だ。コミュニケーションや感情表現がうまくできない。まあ知的に正常ならかなりの適応力つくんだろうけど、完全に治るってことはないだろうな。じゃあ例えば就職なんていうのは無理なんでしょうか？どうしてそんな話聞きたがるんだ？姉が自閉症なんです。お姉さんが？はい。でも姉は自分が自閉症だってことを知らされてなくて、親がかわいそうだから知らない方がいいとか言って。そうか。一度会ってもらえませんか？俺が？こんにちは、雨宮麻衣子です。こんにちは、佐山真一です。初めてじゃないんだけどな。え？ほら、俺のキーホルダー、キラキラしたやつ拾わなかった？ああ。え？ああ、いいんだけど。別に。別に。別に何？別あの姉さん、特に意味はないの？ああ、サングラス、おしゃれなんだ。光に敏感なもんで、すいません。でもあれだけ気象の分析力があるんですか？ホームページで自分をアピールしていく新しい発信方法じゃないですか。あ、ぜひご本人に話を聞かせていただきたいんです。どうもすいませんでした。雨宮さん。まゆこ、ジュンは一緒じゃないの？ジュン、もうすぐ来ると思うけど。雨宮まゆこさんですね。毎朝新聞です。テレビで取り上げられたことについてちょっとお話しします。 PC マガジンです。新しい形のネットアイドルとして記事に取り上げたいんですけど。すいません、サングラス外してもらえますか？やめてください。気象の時ちょっと待ってください。どこから来たの？あれ本当なんですか？ホームページに掲載されているプロフィール。すいません、質問もここでやめてください。今日ちょっと体調良くないんで、また今度お願いします。マイコさん、ここあの迷惑になりますので、ホームページ取材もうやめてください。全国のインターネットファンは今あなたのような才能のある女の子に注目してるんですよ。マイコさん、ここはダメですから、ちょっと近くで場所変えて。お願いします。失礼いたします。あ、天海さん、奥さん。
やめなよ姉さん。ねえ落ち着いて、落ち着いてよ姉さん。君もしかして佐久間先生のところに来たの？私普通じゃないとこあるから。真由子さあ行きましょう。私ちょっと公園行く。先に帰るわよ。遅くならないでね。涙の練習？え？涙の練習をしてるんですか？練習？あ、うん、練習みたいなものかな。涙は温かい、それとも冷たいですか？どっちだったかな。本当に忘れて。笑うなよ。ごめんなさい。そんなにおかしい？だって忘れる人なんか初めてだったから。ほらみんな練習なんかしないでも泣けるんでしょ？そうだな。悲しいってどんな感じですか？それも忘れたの。見るなよ。悲しいって感じるのは心ですか？それとも魂？魂？涙を忘れた魂はきっと悲鳴を上げてる。あなたの魂もそう？知らなかったんだよね。君は自閉症なんだ。高機能のね。自閉症、高機能。つまり知的障害のない自閉症だ。私はバカじゃないの？あなたは私をバカにしてます。してないよ。じゃあ笑わないで。わかった。私はずっと自分だけが人と違うのかと思っていました。そんなことないよ。私はずっと友達ができませんでした。君のせいじゃないよ。私はずっといじめられてきました。君のせいじゃない。私は自分のこと悪い人間だと思ってました。君は悪い人間なんかじゃない。君は一人じゃない。約束しよう。君は一人じゃない。
私は一人じゃない。人が何を考えてるかわからないからいきなり触られると怖い。気持ちがこもっていたりすると余計にダメなんです。人の心が重いってやつか。約束の指切りみたいに触ることに意味を作ってくれれば大丈夫です。分かった。いいか、この人がお前の命の恩人なんだぞ。お前って呼ばないでください。え？名前決めました。そうか。で何にしたの？ティア。ティア？涙。涙のぬくもりはこの子の手触りに似てると思うから。涙くんかこいつ。思い出したいから練習してたんでしょ。私のセールスポイントは地道な努力と根気と集中力です。コツコツと一つのことを根気よく積み上げていくタイプで、子どもの頃は一つの遊びに熱中すると時間も忘れて何日も続けるので、さすがに母に呆れられ、まあいっか、おもちゃを取り上げられた思い出さえあります。この際そっちの方が確率高いよな。一度にたくさんのことはできないのですが、手をつけ始めて。じゃあ送っていくよ。貸して。ここ座って。横向きに座った方がいいな。ちゃんと捕まってないと落ちるよ。よし、よし、バックス。Sometimes you think that it's easy, no thought of tomorrow. Will she be at home and then? Sometimes it's never that easy to say goodbye.風を感じる。もし。You put on the paper, sing to the faces you don't know you're there, and then you hide in the music. じゃあ、こういうのは。